後藤啓太未来創造館は、長野県小佐型郡青木村にある、後藤啓太に関する展示施設である。青木村歴史文化資料館、青木村民族資料館へと内部で順に接続する形になっており、実質的に一体の文化施設となっている。さらに隣接する、青木村図書館と合わせた4館をこの記事で説明する。東京急行電鉄の事実上の創設者である。 後藤啓太が現在の青木村東部、戸の都地区にあたる宮殿、戸村の出身であることから、故郷の青木村に開設された施設である。後藤の生誕138年にあたる2020年4月18日に開館したが、新型コロナウイルス感染症のため一般公開は見合わせ、同年6月2日に一般公開を開始した。 後藤慶太未来創造館設置条例に基づいて運営されている。少年時代の慶太少年や官僚、実業家、教育者としての功績、家族愛や成功を収めた後に、故郷の新州を支援し続けたふるさとへの愛情、発展を続ける東急グループや東京、渋谷などの未来像などをテーマに後藤に関わる品々を展示している。屋外には、 東急電鉄の東急では80系電車と東急3000系電車の電車の車輪を展示。屋内には東京、渋谷の各種イベントで展示された1964年当時の渋谷駅周辺のジオラマもあり、都電、国鉄山手線、東急東横線、A 断銀座線の模型を見ることができるなど、鉄道ファンにとっても楽しめる施設となっている。 創造館の建設以前からも、青木村と後藤家とは、後藤が生前に殿戸の地区に公民館を寄贈し、長男の東急社長、後藤昇が1981年に地区に、後藤慶太大記念公園と、聖徳碑を建設するなどの縁は続いていた。また、殿戸の地区には、後藤の聖火が残っており、聖火や記念公園を訪れる歴史ファンや鉄道ファンもいた。一方で、 村の子供や若者には、郷土の偉人という意識は高くなく、埼玉県の局長や道県富士見野市副市長などを経て、村長を務める北村正夫が2019年の後藤の没後60年を章準に、2018年から本格的な観光振興事業を開始した。ところが、くしくも後藤のちょうど60回帰の命日に当たる2018年8月14日、 村を襲ったゲリラ豪雨で、後藤の成果に落雷が直撃し出火、消失する。後藤と村とを結びつける象徴的な建物を失ったが、後藤が設立した学校法人後統育英会が運営する東京都市大学の教授、勝又秀明が2015から2016年に後藤の成果の建築資材の寸法や材質の調査を行っていた。村はそのデータを利用し、 クラウドファンディングで資金を集めて、バーチャルリアリティで成果を復元するとともに、新たな拠点として、後藤慶太未来創造館を建設する方針を決定。創造館に関係する1億7600万円の事業費は、東急グループ、後藤育英会、アジア学園からの寄付や国の交付金、個人からの寄付金で賄い、2019年に事業をスタート。 2020年に完成した、青木村歴史文化資料館は、長野県小さが田郡青木村にある村の歴史と文化をテーマにした資料館。2010年開館。義民資料展示室と栗林一石路資料展示室、古代遺跡発掘土器展示室で構成される。後から建設された、後藤慶太未来創造館が歴史文化資料館へ内部でつながる形で、 建設されており、実質的に一体の文化施設となっている。義民資料展示室、青木村域では、江戸期明治期に5回もの一期が発生し、上田市域では、夕立と騒動は、青木村から来るなどと語られてきた。これらの一期の経過や、首謀者、そして死罪などになった首謀者を、義民として供養し語り継いできた村の歴史などを、古文書、石碑、 絵物語などで解説している。また、百姓一揆と義民の研究の第一人者、林はじめからの寄贈資料を、林はじめ文庫コーナーとして所蔵している。展示テーマは、以下の通り栗林一石炉資料展示室、青木村細谷出身の廃人、ジャーナリストの栗林一石炉について、句集や、俳句メモ、日記、原稿、第一句集、シャツと雑草と、 第2句集、航路、愛用の品などを展示している。研究者は、館内閲覧ができる。主な展示は、以下の通り古代遺跡発掘土器展示室、青木村内の縄文平安期の遺跡で出土した、石器、土器、曲玉などを展示している。青木村民族資料館への渡り、廊下を兼ねた構造になっている。後藤啓太未来創造館設置条例、ありがとうございます。